皆様こんにちは。私は今古代の里キャンプ場近くの清流宮川渓流に来ています。この川の水は北外輪からの伏流水です。阿蘇は九州の水がめと言われるだけあって至る所に湧き水があります。この豊富な伏流水のせせらぎとともに阿蘇の野山は今緑の若葉が色鮮やかに芽生え、より一層爽やかさを引き立てています。森林浴にはとってもいい季節です。阿蘇市には今来ているようなキャンプ場がいくつもあるほか、ゆっくり森林浴を楽しみたい方のために遊歩道、トレッキングコース、サイクリングコースなどたくさんあります。また行楽シーズンということでさまざまな催しも行っています。5月中旬からは潜水郷つつじ祭りが開催されます。5万株のミヤマキリシマが一斉に山肌をピンク色に染めるとあって、毎年大変多くの観光客でにぎわっています。同様に2週間遅れで阿蘇山上の30万株のミヤマキリシマも咲きます。どちらもロープウェイを使って見学できます。気軽に360度の大パノラマとツツジを楽しめるので、国内外のお客様に大変喜ばれています。ここ宮川渓流でも6月1日ヤマメ釣り大会が行われますので、ぜひ挑戦してみてください。その他内の巻温泉街にある九州最大級のバラドーム花遊びでは1000株のバラが見頃を迎えます。続いて波の地区に自生している5万株のスズランも開花します。市ではこれから6月15日までを阿蘇の花の祭典として、長い期間花々とイベントを組み合わせて楽しめる企画をご用意しました。私自身この季節山菜を食べるのが楽しみで、四季折々の山の恵みには本当に感謝しています。自然の恵みといえば湧水で育つ特産の阿蘇米の田植え作業が阿蘇市4500ヘクタールの水田でいよいよ始まりました。畜産では阿蘇の赤牛の放牧が始まり、こういった農作業の営みからも阿蘇らしさを感じることができます。そんな5月の阿蘇へぜひお越しください。皆様のお越しを心からお待ちをいたしています。